番組にコメントが届いております。声優の花澤香菜さんからのコメント一緒に聞いてください。Eラジオキャッチをお聞きの皆さん、パーソナリティの杉浦直也さん、こんにちは、花澤香菜です。はい、私普段声優をしておりまして、そしてアーティスト活動も、しているものでございます。では、ここで番組から質問を、届いているということで読ませていただきますね。ここは行ってみたい、またはもう一度行きたいというところはありますか？あー、そうですね、私トルコにもう一回行きたいですね。景色も空気感もなんかね、すごく温かみがあって、あと印象的だったのがトルコアイス。トルコアイスですごいこう、店主さんにもてあそばれたんですよね。それが面白くて、ま、日本でもねトルコアイス売ってるとこあって、多分もてあそんでくださいって言ったらやってくれるんでしょうけど。でもまたトルコであれをやりたいですね。受け取ろうとしたらくるってひっくり返されて、そうそうそう、クソーってなるんですけど楽しいんですよね。はい、さてそんな私花澤香菜ですが、昨日9月29日にニューシングルムーンライトマジックをリリースしました。これですね、テレビ東京で、やってますドラマお耳に合いましたらの主題歌になっております。この曲はですね、恋するときめきとか、まあ恋愛じゃなくてもいいんですけど、何かにこうときめいている気持ち、なんかそこからちょっと生活が動き出すぞみたいなワクワクした気持ちが、詰まった、すごく前向きな曲になっていますので、ぜひぜひ聴いてみてください。そしてですね、この曲を、発売を記念したオンライントーク会がですね、10月23日土曜日と11月13日土曜日に開催、そして11月21日日曜日に花澤香菜ショーケースライブ2021ムーンライトマジックがですね、埼玉県川口リリアホールにて開催決定です。ムーンライトマジックにはチケット優先販売申し込み券も封入されています。皆さんのご応募お待ちしております。それでは昨日9月29日リリースのニューシングルムーンライトマジックをお聴きください。この後もeラジオキャッチとともに楽しい時間をお過ごしください。お車を運転中の方は安全運転でお願いします。以上、花澤香菜でした。花澤香菜さん、ありがとうございました。楽曲ムーンライトマジックね、途中のドキドキっていうフレーズがね、聞いてるこっちもこうちょっとドキドキするみたいな感じでしたけども、あとコメントの トルコアイス屋さんにもて遊んでほしいっていうのもちょっとドキドキしましたね。はい、素敵なコメントありがとうございました。